ラマイナス66コマンチラマイナス66コマンチラマイナス66はステルス技術が反映されたアメリカ合衆国の試作偵察攻撃ヘリコプターである。愛称はコマンチ。開発はボーイングヘリコプターズとシコルスキー両者により行われた。開発計画は2004年2月に打ち切られたが、同国にて最初の全転候型ステルスヘリコプターであった。 なお、愛称のコマンチは、北アメリカ先住民族のコマンチ族から来ている。アメリカ陸軍は、現在 O-58D カヨアウォリアという、武装偵察ヘリコプターを運用しているが、この O-58D は、ベトナム戦争時代に開発された観測ヘリコプターの改良版であり、専用に開発されたものではなかった。対して、コマンチは、 武装偵察専用に開発されたヘリコプターである。ラマイナス66は、アーマイナス64アバッチよりも小型軽量である。また、ラマイナス66の特徴として、ステルス性があり、複合素材を利用して作られた機体は、レーダー反射断面積が小さくなるように回マイナス117、ナイトホーク同様に多角形で構成され、表面にはレーダー波吸収材が塗布されている。さらに、 ミサイルやロケット弾、ポット、機関砲はレーダーで捉えられやすいため、収納式になっている。味方の戦闘機から発射されたミサイルを自身の目標に向かって誘導する能力も持ち合わせており、静音性にも配慮がなされているため、同じタイプのヘリコプターよりもエンジン騒音も小さく抑えられている。本機の探知航行装置は特に夜間作戦、悪天候時に能力を発揮する。 機体設計も R-64 よりも輸送機に搬入させやすくなっており、前線への投入も容易である。輸送機がない状態であっても、航続距離は 2330km に及び、この長大な航続距離のおかげで、基地から作戦空域まで飛行していくことが可能である。アメリカ陸軍では、当初2004年に R-66 を導入し、 合計で1300機導入して偵察及び攻撃任務に使用する計画であった。運用は R-64 との混合部隊により行うことが予定され、それにあたって陸軍では試作機を使用し飛行試験を行った。最初の試作機は1995年5月にシコルスキーエアクラフトにて完成し、同年12月に初飛行に成功した。 試作機の完成に伴い、この計画は開発改良段階へと移行し、この段階でさらに発機の製造が取り行われると、ともに、これらの機体の初飛行が2006年6月に行われることとなった。アーマイナス64と試験飛行するラマイナス66。採用されれば、このようなニキシコ部隊が、アメリカ陸軍の主力ヘリコプター部隊となっていた。 開発計画の真っただ中であった2004年2月23日、アメリカ陸軍は老朽化した既存の多目的偵察ヘリコプターの同系機を新規調達するために予算を転用するという理由でコマンチ計画を中止すると発表した。中止の要因としては他にも、軍内部で UAV による偵察任務の対抗に期待する声が高まったことも、ありが偵察のみならず、 攻撃任務にも投入され、有効性が実証されていた、さらなる性能を向上を目指した、新型 UAV の開発を行うための予算の確保、そして20年の歳月と莫大な予算を費やしておきながらも、試作段階から前進できない、コマンチ開発の遅れへの反発もあった。コマンチ計画には、中止段階ですでに80億ドル近い開発費が投じられており、さらに、 中止の保証金としてシコルスキーとボーイングに4.5から6.8億ドルが支払われたとされる。また、開発運用計画の一部は、コマンチ計画の反省から、既存機をもとに開発される R-70 が引き継ぐ予定だったが、こちらも中止された。このラ -66 の計画によって培われた技術は、R-64 アパッチや、 その他の軍用ヘリコプター開発に生かされるという。現在、試作機の2機は陸軍の航空ミサイル研究開発センターに保管されている。この2機は現在、技術支援部の管理下にあるが、95から001の機体に関しては軍に再び移乗され、2007年にアラバマ州、フォートラッカーの陸軍航空博物館にて展示される計画がある。 ありがとうございます。